重式戦車砲は日本で開発された44口径 120mm 格好砲。陸上自衛隊で運用されている重式戦車の戦車砲として搭載されている。本砲は90式戦車で使用される現用弾薬が射撃できるという共有性を有し、さらに威力向上のために新規開発された鉄鋼弾にも適合する火砲として開発された。 90式戦車で搭載された砲は、砲座部を除いて、ラインメタル 120mmL44 のライセンス生産であり、ほぼ外国製と言えるものであったのに対し、本砲はそれらの技術的蓄積を踏まえた、純国産の戦車砲となっている。本砲のプラットフォームとして想定されていた重式、戦車システムのコンセプトの一つが軽量化であった、ことから、 本法でも軽量化が図られている。一方、蒸気の通りに新規開発された鉄鋼弾にも適合する必要があったが、このために高い圧力にも対応することが求められた。通常、作用する圧力や力が高くなれば、それに耐えられる頑丈な構造体となり、質量が増加することになるが、本法の場合、設計や製造技術によって両立を実現した。 本法の設計にあたっては、1996年から2000年にかけて技術研究本部で行われた将来化法、弾薬の研究の成果が導入されている。方針においては、使用材料の強度を向上させつつ、人生値は同等のものを開発したほか、磁期処理の際の圧力も、向上、方針内面のメッキも耐久性を向上させている。法備装置は、 マルチラグ構造を導入するなどして、約20%の軽量化。フォー座部も構造の再検討によって、やはり約20%の軽量化を実現した。一方、廃炎機及び人は、基本的には90式の方と同じ形態とし、重式戦車砲の方針に適合するコンパクトなものとした。ただし細部が多少異なり、命中精度を高めるべく、 方頭棒縦右側の方向照合装置から発せられるレーザーの照射によって方針の歪みを検知、測定する防護カバー付きの方向照合ミラーは90式のものでは主砲先端の左側に円柱型のカバー付きのものが装着されていたが10式戦車法では主砲先端右側に備わっておりカバーも前方に傾斜がついた多角柱型となっている。 方針途中の排煙器もやや小型化され、基部方向に位置しており、方針を覆う、ガラス繊維と断熱材による、サーマルジャケットも形状がやや異なる。なお重式戦車では、52から55口径に長に、超方針化できる余地を確保していると言われているが、森林や市街地、傾斜地などの作雑地での取り回しが難しくなるという、デメリットもあることから、本法は、 差し当たり44口径長として設計されたと、される。重式 120mm 相弾とつけつばさ、安定鉄鋼弾重式 120mm 相弾とつけつばさ、安定鉄鋼弾は、重式戦車砲専用に開発された、鉄鋼弾である。試作時の計画名は、鉄鋼弾3型であり、設計及び発射体の製造は、大金工業。 発射薬の製造は朝日化成ケミカルズ、加工品作業及び最終組み立ては中国化薬が担当していた。同団では玉心材料の高強度化と玉心形状の高 LD 化を図ることで威力向上を達成している。しかし高 LD の飛翔体は一般的に命中精度が悪化する傾向があり、貫鉄威力と命中精度の両面を満足させることは 非常に困難であることから、同弾の設計にあたっては、飛翔体の空力設計を綿密に検討するとともに、射撃時の方針の挙動を考慮して砲内での弾丸の挙動を安定させるための設計が実施された。また、相談灯の軽量化による弾心の初速アップも図られている。これらの施策により、射距離2キロでの貫徹力は、 ラカン酸で548ミリに達しているものと推算されている。なお、90式で使用されるアブフスズ弾である JM33 のオリジナルにあたる DM33 の間徹力は同条件で448ミリとされる。ありがとうございます。